市民公園というものはね、今までもこの地域の活性化というものにはね、これ大きな役割を果たしてきたわけでございますよね。そういう意味で今度のシーブル館ができたということで、この地域が動くといいますかね、まあ、村が動くといいますか、まあ、とにかくお客さんが来るということね、これに期待をかけておるわけです。森林公園も今後ますますにぎわいを見せてくれると思いますけども、まあ、地元の特産であります、観光果樹、季節になりますと梨やぶどうやりんごの、直売もしておりますので、まあ、人から人へと、まあ、波及されて、今後さらに森林公園がにぎやかになって、くれることを望んでおります。森林公園の中に誕生した森のシェーブル館、赤い屋根のロッジ風の佇まいが印象的です。森のシェーブル館はヤギ乳の加工場、ここでヤギのチーズを作ります。水戸市は新しい特産品を作ろうとヤギの飼育を始めました。今森林公園には200頭を超えるヤギが豊かな自然の中に飼育されています。ふれあい牧場にいるヤギたちは子どもたちの人気者、いつも大きな歓声が響いています。フランス語でヤギのこと、またヤギの乳から作られたチーズのことを言います。その歴史は牛乳のチーズよりも古く、栄養価の高い食べ物として世界中にたくさんの種類があります。牧場で絞ったヤギ乳を森のシェーブル館へ運びます。もうチーズ作りの一日が始まりました。運ばれたヤギ乳は30分間加熱殺菌した後、チーズバットへ入れられます。そして乳酸菌や凝乳酵素剤を加えて固めます。いよいよチーズ作りの準備が整いました。ヤギ乳の検査も大切な日課の一つ。成分や細菌の数などチーズ作りに適しているかどうか入念にチェックを行います。ところで、私たちの住む水戸にチーズが登場したのはいつの頃だと思いますか？驚くことにそれは古く、徳川時代に遡るのです。第9代水戸藩主徳川斉昭は
牛乳の持つ健康食品としての効果にいち早く着眼していました。三の丸にある水戸藩校旧講堂館、当時この敷地に医学館が建設されていました。その設立の趣旨は館内に残された三天堂記に明らかです。この医学館を建てることによって万物を生生発育させる天地自然の霊力の助けとしたいという斉昭の医学への情熱が表現されています。医学館のあった敷地は現在の水戸市教育研究所付近です。研究所前に立つ本間元長の像、医学館の教授であった元長をはじめ多くの医学者が集い、予防医療の研究が進められていました。水戸藩資料によれば、斉昭は川田町桜の巻に牧場を開設、ここで乳牛の放牧を行っています。その父は医学館でバターなどに加工され、医薬品として藩内に普及されたのです。さて、水戸とヤギとの関わりを語るのに忘れてはならない人がもう一人いるのです。たくさん外国人と日本人との関わり合いというのはありますけども、ニコルソン氏ぐらい日本人の心理の中の深層部へ入り込んで、しかも特殊なこう地域社会の水戸ですね、これ水戸との関わり合いの深い方は僕はいないんじゃないかと思うんですね。それは宣教師ですから、伝道もありましょうが、伝道以外の面で水戸の人たちとの関わり合いっていうのはこれ深いものがあると思うんですね。大正から昭和にかけて水戸に暮らしたハーバード・ニコルソン、彼はヤギのおじさんとして親しまれていました。ニコルソンは戦後間もない頃、日本の貧しさを少しでも救おうと数千頭にも及ぶヤギをアメリカから連れてきたのです。例えばニコルソンを捉えますと、ちょうど1917年ですかに来まして、27年に水戸へ来るわけなんですが、水戸の農村地帯入りましてね、東原に住んだんですが、周りは非常に牧歌的なんですが、栄養状態が悪い、特に老人とか子どもの健康状態が悪い、それに伴って肺結核とか脚気とか、これじゃ水戸の人たちの健康管理を考えなければならないんじゃないか。で、彼はとっさに自分の生い立ちのヤギを考えたらしいんですね。で、そのヤギの栄養を通して、周りの人たちとのいわゆる豊かな生活っていうのを考えたんじゃないかと思うんですね。ですから水戸とヤギとニコルソンっていうのは意外な結びつき、それはやはり人間愛を基盤にした人間そのものを考える一つの彼の温かいこう水戸市民に対する、証拠って言いますかね、一つの心の表れなんじゃないかなってな感じがしますけれども。今市内で飼われているヤギの中にも彼の連れてきたヤギの子孫がいるかもしれません。ようやくヤギ乳が固まってきました。水分を取るためにカードナイフで細かく切断します。
これで20分置きます。そして型詰め、一つ一つ型に入れ、さらに水分を抜きます。乳に含まれている栄養素の中には、私たちの食生活に不足しがちなカルシウムやタンパク質があります。牛乳を飲むとお腹の具合が悪くなるという人がいますね。こういう人にはチーズはうってつけ。お腹の具合が悪くなる原因は、牛乳に含まれている乳糖という成分です。チーズにはこの乳糖が含まれていません。お腹の具合を心配しないで栄養成分を十分取ることができます。このようにチーズはとてもヘルシーな食べ物なのです。シェーブルは牛乳のチーズよりも少し酸味があります。作りたては癖がなくあっさりとした味ですが、熟成が進むにつれクリーミーでコクのある独特の風味が増してきます。いよいよシェーブルが形になってきました。熟成庫に並べられたシェーブルチーズ、ここでおよそ10日間熟成させます。個性あるまろやかな味へのひとときの眠りです。雪のように白いカマンベールタイプのシェーブルの完成です。シェーブルは生きています。熟成の度合いに応じて好みに合った風味をお楽しみください。梅に絡んだ様々な食品が水戸市の名産として売り出されているわけでございますが、もう一つ今日的な意味合いにおいて、何か新しい好みができないだろうかと、ヤギと親しみ戯れながら動物との触れ合い、そしてまた私たちが戦後の貧しい時代に病気をするとヤギの死を飲まされて、なんとなく健康を取り戻したような気分になった、そのような経験を誰しも持っていると思いますが、このヤギについての可能性をもう一回みんなで考えてみようというところから出発したわけであります。なんとか新しい試みとして、このヤギを思い出しながら高級健康食品としてのチーズの加工を成功できないだろうかということで、日本大学の先生方にお願いをして今日に至ったわけであります。見事にこういう形に出来上がりました。味わっていただきたいですね。はい、ですね、普通のチーズとはちょっと違うけどね。でも塩分がちょっと美味しいですね。癖がなくて、なんかヤギの乳が臭いかと思ったらそうでもないですね。美味しいですよ。緑の木立の中の森のシェーブル館。全国で初めて取り組んだヤギのチーズシェーブル。水戸の気候と風土の中から生まれた新しい個性です。